お得で、いや、お得でしょ？だって1ヶ月楽しめるんだよ、俺の放送。1ヶ月楽しめて、ね、有料放送も、月6回有料放送あるから。月6回。それで500円ってさ、かなり安いでしょ？ね、500円でね、俺の放送楽しめるんで、1ヶ月。もうぜひね、入会して、読まれるようになってください。ね。ひまわりになってください、よっさんの。ということでね、なんか事件ありました？今日は。何かニコ生で事件がありましたか？もうないの？もうさ、ニコ生って本当お箱になったよね。もう何なの？昔はさ、毎日事件あってさ、もうだからツイキャスに抜かれるんだよ。ニコ生って。もう本当にやるやついなくなったよね。ニコニコ生放送って。ね、いや、ツイキャスのやつで毎日頑張ってんじゃん。毎日事件起こしてんじゃん、ツイキャスは。ね、ツイキャスはみんなで事件起こしてんじゃん。コラボとかしまくって毎日。でもニコ生はさ、もうなんもないじゃん。何が面白くてさ、こんなニコ生なんて見てんの、みんな。ね。レイカちゃんのタイムショー著作権、ざまあ見ろ！レイカちゃん、アニメなんか流してるから、俺が、ね、ツイッターで通報誘導してバンにしてやったよ、ゴミが。レイカちゃん。ざまあ見ろ、バン。もうレイカちゃんのコミュあれ消えるね。蓄積バンでもう8回ぐらいになってるから、バン。とどめ刺してあげよっか、俺が。コミュジャックしてペルソナ5やってあげよっか。エンディング見たい、みんな、ペルソナ5の。ね。俺がとどめを刺してやろうか。ね。次で。コミ消してやるか、レイカちゃんの。あんないら、ね。もう、レイカちゃんなんかやってねえんだから。ゴミみたいなやつがさ、ジャックしてやってるだけのさ、あんなコミュニティに価値なんかないでしょ、だって。いや、当たり前でしょ。アニメなんか流してたら、それはバンになるわ。アニメなんか流してたら。昨日流してた俺アニメ？流してないよ俺アニメなんて。俺なんかニコニコ動画に上がってるやつを流してるだけだから。ね？あれはだって完全に YouTube とかなんかね、違法で上げたやつを流してるから、レイカちゃんのやつは。いや、もう話題尽きたよ。あとさ、そういえばさ、狩野なんとかって知ってる？なんか。なんかホストみたいなさ、芸人。知ってる？狩野なんとかっていう。あいつがなんか引荒したらしいよ。知ってた？みんな。狩野なんとかたかってやつが、引荒したんだよ。知らん、やっぱ知らん。俺も最近知ったんだよね、それ。俺、だから最近知ったんだよ、それを。ね。もうほんとさ、そんなさ、陰行とかするんだったらさ、芸能界で働くなよ。ゴミが、犯罪者が。そう、まあ。もうさ、だってさ、犯罪をしたんだからさ、もう二度とさ、もう芸能界にさ、復帰しなくていいよ、ほんと。ね、ほんと。もうね、やめてよ、もう。犯罪をやるぐらいだったら、芸能界で働くなよ。ね、未成年にさ、セックスとかしたんでしょ、だって。
だからもうね、そういうやつは、生きる価値もないから、もう死刑でいいと思うよ。うん。犯罪者はみんな死刑だよ。ね？犯罪者は死刑になっていいと思うよ。もう。うん。うん、いや、俺は犯罪してないから。ねえ、黒。最近さ、暗黒が俺を意識してんだけどさ、何なのあれ。最近さ、俺と確実にさ、被せるじゃん、あの人。なんで俺のことそんな意識してんの、あの人。よく考えてみ。全部被せてんじゃん、俺に。最近。俺が始まる時間と同じ時間に始めるの、あの人。うん。そう。なんか最近ね、俺が予約を取ると告知とかして被せるんだよ。毎回あの人。うん。なんでなの？本当に。いくらあんでも偶然といってもこれね、3回ぐらい連続だよ、もう。偶然じゃないでしょ、絶対これ。うん。うん、いや、潰しに来てとか潰れないとは思うけど、なんでそれ被せんのかなと思って。うん。いや、またはぶられたっていうか、俺はもう一人でやっていくことにしたから。うん。もうこれからね、ちょっと宣言します、宣言。公式とかも出ないし、うん。公式も出ないし、ね。それし、ね。他社から仕事をもらって仕事をすることはない。うん。もうこれから一人でやっていくから、俺は。誰とも絡まないで、一人でやっていきます。うん。いや、みんなはどう思うの、じゃあ。俺は一人でやってった方がいいと思うの。それとも、やっていかない方がいいと思うの。ね。一人でやってった方がいいと思う、俺は。今後。うん。で、呼ばれても行かない、もう。うん。だって俺、酒飲めないと何もできないもん。うん。公式とか、ね。酒とか飲めないじゃん。何も喋れないもん、酒飲めなくちゃ。だから行ったって何も話すことができないんだったらもう出る必要もないんでしょ。公式とかもそういうのに。うん。じゃあ28日行ってほしいの。じゃあ行ってほしい人はので。で、何にも面白くないから行かなくていいよ、君って言ったらへで。いや、これ本当にのかへで決める。28日、俺は別に行ってもいいんだよ、もう。うん、別に秋葉原だから、やる場所ね。うん、秋葉原のテクサの事務所だから、やるのね。28日。あ、これ行ってもいいのかな？まあいいか。俺じゃないやつも行くかもな。行っちゃったよ、やる場所。まあいいか。どっちなんだ？のかへかはっきりしてやから。うん。のかへかじゃはっきりしてよ。もう。のかへか。な、へがな多くない？じゃ行かなくていいの？うん。へのがなんか多い気がするけどね、これ。アンケートってもどうせへが多いんだったら、だから4割が行けで6割が行かないんでしょ、だって。